伊藤雅宏と峰田博夢の初めてのミレマサ君2人でできるもーバイ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 。さあ2月になりましたよ。2月になりましたね。はい、2月の7日ですね。7日です。はい、始まりました、ね、始まりました。え、これ何、何これ、これ何、何これ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 、なんか園長も来てるよ、なんか、何これ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 、わかんない、全然わかんない、何だこれ、これ何、これ何、みんな、みんなこれ何、これ何ですか、え、何、まさくんのコラボパーカー、ええ、そんなことある、え、そんなことあるの、いつもね、お手紙たくさんありがとうパーカーじゃん、いや、そう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 、2通ね、2通、2通パーカーにしようじゃん、今日はあのなんと園長も来てます。そうなんです。だから見えますか、はい、あーイエーイ、ね、イエーイとか言いながら袖見してきたということで R4G さんとのね、はい、コラボグッズの中の一つということでパーカーねいただきましたんで、ミネミネと園長に渡しました。いただきました。てか今日はね、ありがとうございます、はい、今日はこれちょっと来ていただいて、はい、もう来ますよ。クレームを入れたい、どうしたんですか、はい、マスターさんに文句、君のパンチェッタのツイートで、はいはいはい、リプライしたのに叱ってされてるんです。え、リプライした、え、待って、え、リプライパンチェッタにリプライしたのに、え、ちょっと待って、え、リプライっ て、あのコメント欄のやつですか、むしろあの保護者の人たちが引用リツイートでなんかネタにしてくる、え、本当、え、僕ね、あのね、ミュートしてるだろお前、あ、ミュートしてるのバレたかちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、え、本当に？わしは返されてるけど、え、そう、僕全部返した気がするけどな。園長のやつない？お、わ、あったわ。じゃあ園長は自分のアカウントからやんないからじゃん。いや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 。ワクテカライブ公式って、ね、特定されるの怖いからあのワクテカでやってんだ。誰かと思ったら園長っすか確かに、いや、すいません、スタッフがね、ほらスタッフが何人かいるかもしんないじゃん、本当だ、いや、いつになったらスタジオに持ってきてくれるんですか、確かにね、あ、これはね、あれじゃないですか、イベント決まったらだな、そう、なんかすごい、なんか今日のお便りにもなんかね、書いてたよ、なんか、この間イベントの話になった時ざわついたなって書いてたなんか、別にこっちざわついてないけど、なんかそっちがざわついたらしいこっちはなんか別にざわついてなかったけどいや失礼しました、あーそういうことね、ちょっとあの、はい、何何、まああの泣けなしっていうの、なんて言えばいいんだろう、泣けなしのパンチェッタ、泣けなしじゃない、あの申し訳なさ程度のいいねしとこう、あー申し訳程度のいいね、返さないんだもう今口頭で喋ったから確かにそう、あーびっくりした、はい、ということで、はい、パンチェッタいつ食えるんでしょうか、いつでしょうかね、パンチェッタ、あれはあの写真自体はだから揚げた日に作ったというか完成して、完成したんだあれ、そうで今食べてるそりゃ来るでしょうよやった喜んでるなんかやったそんな距離感だっけ、そうでしたっけ、逆に気持ち悪いな、なんかなんかちょっと怖いな、なんか目の前でやったとか言ってなんか何それ、ちょっと今手かゆくなってきたもんね、ちょ違和感ありすぎて、何それマジで怖っ、怖すぎるって、結構作ったよ な、もう数えきれないぐらい実は作ってて、そうなんですよ、切らさないようにぐらいで作ってるんで、うん、10回ぐらいはもう作ってんじゃないかな、 すごいな、パンチェッタ正弘じゃん、そう、あれ何がいいかって、うん、その何、まあ1週間ぐらいかけて作るんですけど、うん、あのそれを腐らせないようにというか、自炊を結構するん、うーん、なるほどね、からパンチェッタを使わなきゃいけないだろうなって思って、そうなんですよ、はいはい、そう思うといいなと思ってね、でパスタも、もう最初パスタ以外に何使うの、チャーハン、ね、チャーハンにも意外とうまいかもな、でもベーコンみたいなもんでしょ、だったら、おうおう、でもね今はあんまりなくて、そのパスタと、うん、あとはサラダにちょっとカリカリにして、ね、そう、あの乗せるか、うん、
あとはあのパンのパンじゃないピザの生地を買ってきて、うん、でそこにあのトマトソースとパンチェッタをちょっと乗せて、はいはいはい、バジル乗せてとかっていう、うん、だから意外と同じような食材を使って、うん、ピザ焼いてんだ。ピザ焼いてる。でもこんなちっちゃいやつ意外とね美味しい、うん、いろんなやつ。そう、すごいパンチェッタの話しちゃった間違いない。え、今度来てください。いや本当に行きますよ、パンチェッタ食いに、ね、パンチェッタ食いに行くわ。いや来てよ、食べてよ。パンチェッタ食いに行くわ。パンチェッタ食べてほしいな。パンチェッタ食いに行くわ。いやあのね、皆さんあの前回のミネマサからね、あの、うん、今回のミネマサまでいろいろありましたというわけで、いろいろありましたね、まあ、あれだ、まずはあれだっけ、あのオールナイト、あーセイフ夫人、うん、まずはじゃなかったんだ、ごめん。全然全然まずはの話題じゃなかった。全然あーとか言うから違ったんかなと。いやまずはね、まずはね、とにかくね、そうやりましたよ。ご視聴していただいた方もね、はい、たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか、うん、保護者の皆さん。見ましたか？ありがとうございます。ありがとうございました。あれなんだよね、前回さ、ミネミネが、うん、あのなんかマウントを取るかもって言ってたのが、あ、そうそうなんだよね。そうだよ、ラストのそうな、デュエットな、うん、そうだよ、悪名デュアリズム、そうだ よ、ちゃんと伊藤正弘と歌デュエットするの初めてだからな、あれ。本当だよね、ちゃんとやってない。だって今までちゃんとやってる、これ、まあ、ちゃんと、まあまあ、なんか流れみたいな感じでやってるけど、うんうん、ちゃんとね一回練習したから。そう、ミネミネと2人で、そう、ちょっと練習しないと無理だと思ったら、わしが、いや僕も 2,3 日前ぐらいに、うん、あのね、もうどんくらい、 自分は 2,3 年ぶりぐらいのカラオケに、あのミネミネと行ったやつが、うん、そんくらいぶりだったんだけど、ミネミネ行く、うん、カラオケ一人でたまに行くよ。たまに行くけど、あの伊藤となんかこういう風に普通に番組とかやってますけど、初めてカラオケ一緒に行ったの。そうなんだよね、そう、意外と、そう、そう、めっちゃ意外だからね、なんか変な感じだったけど、普通にひたすら練習してたよな。もうひたすら歌ってボイスメモ聞いて歌ってよね。そうね、ずっとやってたね、ずっとやってた。いや楽しかったな、ね、うん、面白かったな、あれもね、ね、やっぱカラオケ楽しいね、うん。でね、あれのおかげで、うん、あの最強パーティーにあの我ら2人選ばれましたんで、はい、ありがたいですね。なんとミネマサ2人して、ちゃんとミネマサの宣伝もしたんすよ。そう、ツイート見て知ったってなんだよ。一瞬つけそっと消さなくて、しかも2人が歌ってたからって言ってて、そこが一番の大盛り上がりだった、ミネマサ史上のな。確かに、そう、ミネマサの中では大盛り上がりだった。2人とも席遠かったよ。あ、缶バッジまだ僕持ってるな、今カバンに入ってる、今カバンに入ってる、もしや家にある、家にある、あの森久保さんの若い頃の写真の特大缶バッジもらった。こんなん2つでっかいバババンって、そうなんですよね、っていうのがあったんですよね。そう、そうそうそう、はいはいはい、がありましたよ。そうっていうのもありましたね。 それ以外には何かありましたか。記憶がない。なんだろう。記憶がない。ちょっとスケジュール見ます。確かにね。僕何してたっけ。うん、ちょっとわしもなんかそんな感じしてきた。まあでも今ちょうどね、あの、うん、テクノロイドとアルスの居住が今放送中なんで、うんうん、まあリアタイしてるわけなんですけど、あとはマガツノとか、はい、3個やってんですけど、ね、なんかテクノロイドもお当番会が先週かな、先々週かも。先々中に当番会があったんですよ、自分のキャラクターの、うん、あ、ちょっと待って突然のアコギなんだ。わしがよく聞いてるニコ&ビンズ流れちゃった。黒人2人のやつ流れちゃった。そうだね、ああびっくりした、なんで急に流れ始めたと思って。当番会あったりとかね、はい、やってましたよ。ね、サッカー事情は、うん、それこそフットサル進展ありまして、僕ね週 3,4 であのサッカーフットサルやった週がありまして、いやもうね体中痛すぎて
もうほんと動けなかったんですけど最後、うん、でも最初はミネミネとまえちゃんとまのくんと4人でボール回しとかいろいろやって、でその後まのくんはその練習というか遊んだ帰りにもうスパイクというか、うん、あのトレシュー、ね、トレシュー買いに行くっていうこともありましたし、うん、その次またいや違う、その次に、うん、あの自分の事務所響きに所属ね、うん、させてもらってるんですけど、そのなんだろう会社ってその今株式会社ブシロードムーブに所属してるんですけど、うん、そこの、フットサルチームに混ぜてもらいまして、うんうん、あのフットサルコートで実際にやってみて、うん、あこれフットサルのボールでやった方がいいな、全然サッカーボールと違うなってなって、うん、でその翌日、その練習というか試合というか、うん、の翌日にミネミネを呼んで、そうやな、そうフットサルボールでしかもミネマサの前で、そうかミネマサの前の時間にやって、そうだったっけ、あ、そうか、そうそう、で1回帰って準備してだった、そう、そうでその次の日も僕一人で公園に行って練習したっていうことがあったな。確かに。そっから全然やれてないから。確かにね。私もそっからやってないもん。やりたいね。近いうちにすぐ呼びます。うん、その後なんか私なんかこう浜野さんとかと一緒にフットサルやってるから、浜野さんのフットサル会みたいなのがあってで一緒にやってて、そこでなんかすごい上達してた。マジ？なんか伊藤との練習の成果が出てんのか。結構触ってたからボールをめちゃくちゃシュート決めて、え、ミネタ君どうしたのってすごい言われてなんかさ、なんかすごくなってんだけどどうしたのって思って、なんか面白いなって思うのが、あのカラオケの時もさ、うん、その何2人でデュエットするから延々こう練習してたっていうのあるんですけど、うん、その熱量で僕たちサッカーに、確かにね、やってたよね、やってたやってた、スパルタだったから、スパルタだった、そうそう、なんかこうしたらいいよっていうのを急にスパルタで教えるからさ、そうヘロヘロになって、ドッジボールみたいな球飛んでくるんだもんバーンってバギューンって、あれがいいんだよ、でも実際にね、そうそう、早いからね、フットサルは楽しいです。そう、それもありましたし、今僕はね、うん、舞台稽古が多い、あーそっか、そうですね、はい、だからもう来週からか、うん、なんですけど、あーもう来週から、久しぶり、2年半、2年ぶりぐらいの、そう、舞台だからっていうのもあるんですけど、うん、面白いな、毎日やっぱね、メンバーとね会えるのもなかなかないので、やっぱ改めてね、プロジェクト始まって 4,5 年経つけど、新鮮で、うん、毎日ちょっとね、刺激的な毎日ですけど、オガジンパーカーが流行ってるでしょそうオガジンの潜在写真パーカーが、そう、なんかイベントの時にね、もともとはあったやつがみたいな感じらしいんだけど、みんなに配ってるの、あれそうみんなに配ってるのかいるっつってい、るんだよ、どうなんだろうね、いるよあれは、ジン君的にはね、いりますよあれ、そうだよな、いるよな、そう、小笠原ジンが書いてあるんだから、あれ書いた、書いてあるんだから、ね、あ、そうそうそう、写ってるからね、そう、そう、そんなこともありますよ、はい、なんかしてたかな、でも意外とさ、うん、早くない、間隔短いよね今回、前回のミネマサから、あ、本当、うん、1ヶ月経ってない、経ってない、前回だって17だもん、お、本当だ、今日7日だよね、7日、へえ、結構すぐなの、確かに1ヶ月経っていない、そうそうそう、そうだから意外とすぐね、もう一個あったわ、なんだ、僕2年ぶりに健康診断に行きまして、はい、お、偉いですか、事務所がね、一回も行ったことない、やらせてくれるんですよ、いい事務所ね、ありがたいですけど、0.4センチ縮んでたちょっと筋肉つけすぎて巻き込まれたって骨と骨の間がこう今までこう伸びてたのがこうキューキューってこう筋肉に押し戻されてそうキューってだるまみたいになってビスケットオリバーみたいになるからやだ球体のビスケットオリバーが分かんない俺ビスケットオリバービスケットオリバー知らん知らんバキ知らん分かんない、はい、ビスケットオリバーの球体の状態今ちょっと調べるわ、あ、今調べてくれてるわ院長がビスケットオリバーのね
あ、オリバーじゃなくてオリバー。うわ、素晴らしい。ビスケットオリバーのこの球体のこの最強の防御。あ、これ守ってる時の、はい、最強の防御姿勢。これビスケットオリバー。怖い人ですね。大塚芳忠さんがやってるビスケットオリバー。あ、そうなんだ。そう、これね、いや、ちょっと怖っ。そう、ね、これはバキテンでしか手に入らなかった高いやつ。え、何これ。そう、猫ちゃんが入れるなんかやつ今。すごい。今あの放送には全く載ってない画面で話してる今。なんかクルミみたい色と形が。クルミみたい。そう、確かにね。あ、そう、午後にね僕行きましたよ。あ、午前中の方が高いから。あ、そうなんだ。午前中に測ったのっていつだの。それその前に測ったの2年前。2年前午前中だった。午前中だった。あ、じゃあそういうことじゃない。なるほどな。そういうことだ。168センチっていつも言ってるんですけどそう、2年前は160だから 8.3 とかだったんですよ。で今回 0.4 縮んで 167.9 になっちゃって。おお、そのね 0.1 が自分の中では大事っていう話でした。なるほど、めちゃくちゃ大事じゃん。だって筋肉に巻き込まれたんだ。巻き込まれてないからオリバさんにしないでくれオリバさんじゃない。最強の防御やぞお前。最強くるみみたいなやつ。多分グラップラーバキ読んだらハマっちゃうから。多分そうかな、うん、多分ハマっちゃう。名前とかね、友達とか結構読んでた。バキよく聞く。そう、話聞くでしょ。聞く。そう、バキ見たら多分筋トレはかどるかもしれないよ。まあ、うん、ちょっとね、ちょっともう笑けてくるけどね。本当。ちょっと進むほどにね、ちょっと笑けてくるんだけど。脳筋ってこと？脳筋だけど、あれ半分ぐらい少女漫画みたいなの入ってるから。え、どう？え、脳筋プラス少女漫画。少女漫画ライクな感じだからあれ。実は。そうなんだ。そう、ギャグでもあるし。まあ、アニメでもいいかもしれないね。ああ、いいかもね。ネットフリックスにもありますんで、ね。ちょっと読んでみようかな。ネットフリックスにもあるビスケットオリバーがわかるからね。ビスケットオリバーすぐ出てくるのかな。うん、全然じゃあそれ見るまでシーズン2とかだと思う。あ、マジか、うん、じゃあ結構時間かかるかもしれないね。手前はなんかあのウイスキー持ったあのおっちゃんしか、おっちゃん、お兄ちゃんお兄ちゃん花山薫しか出てこない花山薫が出てくるわ。花山薫。そう、あのね、壮大な親子喧嘩みたいな話だから。あ、そうなんだ。そうそうそう。へえ。お父さんが地球最強生物だから。へえ。主人公のそう、裕次郎ね。そうなんだ、うん、それを超えるみたいな話。 それを超えるために俺は強くなるんだっていう息子の話。なるほどね、うん、でいろんなトレーニング。あ、今日のノルマツイートですか。もう前半終わらないでも近況報告をね、はい、してましたけど、今日のノルマツイートは今日は2月7日ということで、うん、はい、急ツイートでお願いします。今日は人間らしい、はい、少なかったんでね、2月7日で。あ、そうですね。急ツイート。まさくんには青足とブルーロック早急に見てほしい。まあ確かにね、サッカーだからね。ブルーロックあれだよ、裏がやってるから。そうだよね。そう、よくエゴイストしてるから CM で流れてきますよ、浦君の声が。そう、浦君の声、俺がって俺がストライカーだっつってすごいよね。でもね、でも面白いよブルーロックも。あ、本当？うん、すごい面白い。ブルーロックみたいな技をこの間三笘選手がやってたわ、あの試合で、ブラントンの方、試合でやってた。ブライトン？ブライトン、ブライトンの、なんか空中で一回トラップして、あ、あのスーパーゴールみたいなよく載ってたじゃん、トレンドとか。いや、リアルタイムで見てました。あ、見てた、はい、あれがもうまさにブルーロックでも出てた。ちょっとね、うん、あれはすごかったね。三笘選手すごいんですけど、うん、僕その対戦してたリバプール大好きなんですよ。あ、リバプール応援してたんだ。じゃあそれでね、うん、あのね、初めてこんな気持ちになった。日本人だし、うん、三笘選手すごいなって思う、そっちを応援したいっていうのもあるし、うん、リバプール大好きだからっていう気持ちが、うん、こうね、複雑に絡み合ってた。あの瞬間、夜中、喜べるのか喜べないのかよく分かんないみたいな。確かに。リバプールは今んとこ戦績どうなの、うん、今ですね、絶不調で去年2位だったんですけど、今は10位で、すごい荒れてたりとか怪我人多いって言うんですけど、でもそのね、絶不調を見てるのもまたなかなか面白い。まあ、そこからのね、復活劇というか、そう、なんか人生みたいにね、こうアップダウンありますからね、それをちょっと応援したいなと思ってますけど。最近も見てるんですもんね。見てます、はい、夜中の早いやつで助かるとかね、書いてますから。そうですね、早い試合で助かるとか。そうなんです。
皆さんはサッカー見ますか？スポーツの2月ということで。スポーツの2月ということで。あの違います。違ったー。嘘800です。そうなんですよね。節分らしいこと。節分らしいこと。恵方巻き食べた。あ、食べたわ。うん、食べた食べた。南南東？南南東だったっけ？南南東。南南南南東。南。そうなんすよ。あれあれあれ違うの？あれ違う違うの？私はずっと鬼滅の刃だった。あ、そうなんか。南南東。カラス？そうそう。そうなんすよ。南南東。次の目的地は南南東。そうだわそうだわ。そうなんだよ。したらそうなんすって言うから、まあでもあんな感じ間違ってないよね。そうだ。だってそうだね。そうだね。そっち行くべきだもんね。そうなんすよ。そうなんすよ。いやということで、はい、お手紙読もうと思ってたんですけど、いつ読みますか。お願いします。はい。開いてなかったです。あ、ちょっと待って、じゃあ一番。あ、こちらですね。はい。はい、行きますか。はい、保護者名はずきちさんからいただきました。ありがとうございます。ミネタさん、まさくん、こんばんは。こんばんは。そして早いですが、ハッピーバレンタイン。ハッピーバレンタイン。バレンタイン恒例となりつつ、チョコの画像、今年は何にしようかなと考えましたが、うん、現在冬眠中なので、先日食べたチョコレートケーキの自慢をさせていただきます、うん、おー、チョコレートケーキ乗ってんな。なんかクリームと、え、すごくない？何これ。なんか、え、な、飲み物どうなってんのこれ。ん？飲み物ある？これ。飲み物あるな。これ奥のやつ飲み物。あ、これ飲み物なの？飲み物じゃない。え、すごくない？なんか、なんかハート型の容器になんか。え？え、何これ？見せる？うん。園長が見せる？あ、園長が見せてくれるんですか？そんなサービスないって。そんなサービスなかった。ごめんなさい。いや、見えねえなこれな、うん。まあでもなんとなくわかるね。ここにね、ここにそう。ディ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 ン。すごいよね。すごいこと。構えてて。すごい。ズームし、あ、ズームした。こっちか。はいはい。こっちか。はいはい、すごっ、はいはいはい。お皿もおしゃれやな。はいはい。ね、なんかお店で食べたのかな、それとも自分でやったのかな、どうなんだろう。あ、でも食べたって書いてあった。食べたの。じゃあお店かな。お店じゃないかな。おいで、なんかふと気になったんですが、実際バレンタインにもらって嬉しいのってチョコですか、うん、クッキーの方が良かったりしません、ということで。クッキーとチョコだったらどっちがいい、せーので言う。はい。あ、どっちにしようかな、迷うな、今の気分にするわ。はい、せーの、クッキー。チョコ。あー、あーいえ。あーいえ。今はクッキー食べたい。今クッキー食べたい。今クッキー食べたい。クッキーさ、うん、どういうのが好き。うん、バター。バターの、え、しっとりしてるやつ。サクサクしててもいい。サクサクしててもいい、うん、しっとりでもいい。しっとりでもどっちもいい。でもとりあえずバター。バター。あ、そう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 。え、なんか人生で、うん、俺クッキー食べたいなって思った瞬間一回もないって。美味しいクッキー食べたことないんだよ。そういうことかな、うん、なんか、確かにクッキー買うかチョコ買うかって言われたらチョコの方買うよね。なんかチョコをさ、こうなんか頭いっぱい使ったら食べようみたいな感じとか、コーヒーとかさ、うん、って組み合わせたりするけど、うん、なんかね、クッキーに出会うことないんですよね。確かにね。確かにそう言われてみれば、チョコ食べたいわ今。どっちどっち、好きなクッキー皆さんあります？オレオとかじゃない？あ、オレオもクッキーか。オレオも美味しいよね、うん、あの、それたらあるか。俺も自分では買ったことないかな、あんまり。まあ、オレオとかね、なんか飲み物とか、なんかアイスとかね、なんか、そっか、オレオっぽいのはクッキー&クリームとかね、そういう。あー、でも美味しいよね、うん、意外とあったわ。確かに。あ、カントリーマームも。チョコビスケット。クッキーじゃない。ステラおばさんってなんだっけ。ステラおばさんのクッキーは美味しいぞ。なんだっけ。ステラおばさんっていうおばさんがこうってなってるクッキーや。え、あのポタポタ焼きみたいなやつ。違う。それはもう、それもポタポタ焼きやじゃん。違うか。ステラおばさんのクッキーはクッキーや。あのブレアおばさんはクリームシチューだから混ぜる。いや、おばさん言い過ぎ。食べっ子動物水族館おばさん。ステラおばさん
じゃんけんでチョキしか出さない生き物は？正解。めちゃくちゃ簡単じゃん。ん？あれステラおばさんって店舗っすか？そうです。店舗です。食べたことあるかな？いろんなクッキー売ってます。あ、本当ですか？ステラおばさんちょっと食べてみたい。今度行ってこいかな。どっかにあった気がする。今度行こうよ。うん、行こうって。今度行こうよってあれテイクアウトだからね。でもテイクアウト、まあでもテイクなんなら買ってきますか。パンチェッタの時買ってきますか。いやそんなことしない。クッキークッキー持ってきたねっつって。じゃあこれ行って、うん、これ行ってパンチェッタしよう。サッカーしよう。あ、パンチェッタも、うん、フルコースで行こう。全然パンチェッタ食わしてくんねえな。全然パンチェッタの選択肢出てこねえな。早く来い、早く来い。またなくなるわ、なくなるわ。すぐなくなるよ、意外とね、すぐなくなる。はい、ということで、あのステラおばさんのクッキーも食べたいと思います。ということで、あのカフェも併設されてる店舗があるらしいですよ。食べ放題。どこに、どこの。え、ステおばって略すんすか。ステータスおばさんみたいな。やめなさいよ。え、なんす、何それ、リクル。サンタさんみたいなおじちゃん書いてあるやつか。温めて食べるやつ。あーはーはー、リクおじって言うんだ、うん。ステラおばさんね。いや、いいな。はい、なるほどね、なんかいいっすね、食事に疎いから。こうやって食事の話題になると勉強する、はい、勉強になる、ね、うん、楽しい。安くない？安いね。何分、1時間、1時間だよさすがにね。そうだよね、そんな十分。ドリンクいっぱい作るの？至れり尽くせりじゃないですか。でドリンク足りなくなんない多分。あ、そっち ね、それでもね、全然ね。確かに、すごい。それ言ったらしばらくクッキー食わなくていいってなりそう。でもいろんなクッキーありそう。確かに。いや、いいな。はい。ね。クッキーか。はい。はいや。はいや。ね、お便りね、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。後半の方でしっかりとお届けしたいと思います、ね。そうなんです。はい、あれだよね、2通しか来てないから伸ばしたとかではないです。違います。ちゃんとある、ちゃんとあるよ、ちゃんとあるよ、ちゃんとある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 からね。だからちゃんと紹介したいと思いますので、ね、はい、はい、今日初めてって方大丈夫ですか、いませんか。毎回思うんですけど、初めての人いた時に何の説明もなさすぎて、確かにこれはなんだってなりません。はい、なんか園長テロップ作っといてもらっていいですか。初めての人用に、なんかわかる、なんかこの辺に出るやつ。開演前の舞台全部書いてる。ああ、確かに。ありがたい。確かに、確かに。大丈夫だね。でも初めての人います？いないかな。わかんない。いても多分コメントしないタイプかもしれないから、YouTube かもしれないですしね、今。我々今、ニコニコのコメントは見れてますけど。はい。はい、YouTube は見れてないんで。はい、ということで、前半の無料パートは終了となります。はい、後半は我々のプロテイン代を頂戴しております、うん、はい、有料放送となりますので、皆様どうぞお楽しみに。ということで、しばしお待ちください。ステラおばさん、リック。